1999年11月に放映されたものであることが判明。投稿者は台北に住むガードマンであり、ある建物の地下駐車場にある監視カメラの映像であることが分かった。が、場所までは詳しく語られていなかった。恐るべき映像。人間とは思えないその動き、歩いているにしては頭が揺れていない。そして忽然と消えてしまう。台湾の監視カメラに映った女性の霊。その女性の霊はインターネットを通じて海を越えて我々に助けを求めたのだろうか。そして今も彼女はインターネットの中をさまよっているのかもしれない。